1980年の南海ホークスでは、1980年の南海ホークスにおける動向をまとめる。このシーズンの南海ホークスは、広瀬義則監督の3年目のシーズンである。前年アキレス腱断裂で離脱していた角田博光が復帰し、開幕直後は角田とカルロスメが原因役となってチームは、コースターと起きり4月を主位で終えるが、4月30日から、 7連敗を喫し一気に借金生活に突入すると、5月下旬から4連敗、5連敗と負けが込みチームは5位に転落。後期に入ると、開幕8試合で1勝7敗と早々と再会が定位置となり、大混戦の優勝争いを尻目に、何回だけが蚊帳の外に置かれ、結局2年ぶりの年間再会。チーム打率はリーグ3位と検討したが、 チーム防御率は5点台後半と、広瀬監督就任以降悪化する一方で、チームの低迷を食い止められなかった広瀬は責任を取り辞任。日程消化の都合で11月に行われた前期、最終戦に勝利し、前期5位だけは確保し、広瀬は26年間在籍したチームを去った。カード別成績では後期に、 優勝争いを演じた西部に11勝14敗1分と、検討し、5位の阪急にも12勝14敗と、互角だったが、2位ロッテには7勝17敗2分と、大きく負け越した。広瀬監督辞任を受け、この年まで阪神タイガースの監督を務めた、ドン・ブレイザーが、公認の監督に就任し、ブレイザー監督は、考える野球で、チームの立て直しを図ることになる。 優勝はプレーオフで決定。2位以下はプレーオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。